熊本工業高校出身、沖縄職業能力開発大学校住居環境科2年、三浦匠です。自分は幼い頃、はい、石垣島に住んでいて、その時の知り合いが沖縄にいたため、石垣島から引っ越した後、毎年沖縄を訪れていて、その時に本土とは違う沖縄の建築に興味を持ちました。高校卒業する時に自分の父が伊江島に単身赴任すると聞いたので、これを機に自分も沖縄で学んでみたいと思いました。父親も沖縄にいて、母親も沖縄と関わりが少しあったためにスムーズに沖縄に行くことに OK を出してもらいました。我が学校は毎日課題や勉強で忙しい学校なんですけど、その中で友達と一緒に頑張っていくことにすごいやりがいを感じています。寮生活では学校が終わった後にみんなで食べる美味しいご飯や、体育館でサッカーやバスケットボールをしたりするのがとても楽しいです。沖縄伝統的な古民家の建築方法や、沖縄ならではの鉄筋コンクリート住宅の建築方法などが学べるのでとても良いです。熊本ではくるぶしの見える短い靴下を履くのですが、沖縄では黒のハイソックスを履いている高校生の方がとても多くてびっくりしました。ミリーという言葉を初めて覚えました。授業で隣にいた友達がミリーと使っていたので、どういう意味か尋ねてみると面倒くさいという意味だったので、面白いなと思ってすぐに思いました。バンダイという方言を初めて聞いたときは、バンダイのおもちゃの会社かなと思ったんですけど意味を聞いてみると、たくさんっていう意味だったので、沖縄の方言は本当に面白いなと思いました。フーチャンプルです。フーのふわふわ感と野菜のシャキシャキ感のマッチみたいなとても美味しいです。今は朝昼晩寮でご飯を食べることができるんですけど、卒業すると自分で料理を作ることになるので、どんどん沖縄のいろんな料理作れるようにチャレンジしてみたいです。自分の将来の夢は、沖縄の伝統的な住宅の建築方法と、近代的な鉄筋コンクリートの建築方法を融合させて、沖縄を感じるようなデザイン性のあふれるお家を作りたいと思っています。お父さん、お母さん、遠い沖縄まで行かせて、自分のやりたいことをやらせてもらっているので、そこにはとても感謝しています。卒業して自分が社会人になったら、親孝行をいっぱいしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。沖縄は本当にいい人ばっかりで、自分にとって本当に学びやすい環境が整っていて、住み心地もいいので、自分自身成長するにはとても良い環境が整っていると思いますので、ぜひ沖縄へ学びに来てください。そうですね。OK、 ありがとう。